緊張の中、二人でバカみたいに岩場を見上げた。この聞き慣れない声の主は誰だろう。西日に照らされた黒いシルエットがとても鮮烈だ。黒いシルエットは岩場から軽やかに飛び降り、僕とロッシュの間に見事に着地。ギャー、よそもんだ。なんだよ、ただの女の子じゃねえか。その女の子は異国の冒険者のようだった。日焼けした肌を大きく露出させた豪華な衣装を身にまとい、宝石を散りばめた剣の柄に手を添えている。自分の目を疑ってしまう。ドラゴンといい、今日はこのために奇烈な訪問者が集っているぞ。ただのじゃない、マジックソードを持った女の子だ。すげえ格好だな、お嬢ちゃん。変態かなんかか。ロッシュ、異国の文化には寛容な心で接するべきだよ。だな、あれは確かにエキゾチックだ。彼のことは謝るよ。その人のために謝る必要ある？あなたの荷物奪おうとしてるのに。僕を守ろうとしてくれるなんて、君はいい人なんだね。たとえ妙な格好をしていてもだ。ああ、もう、私の服装のことはいいでしょ。これが私の趣味なの。そうだ、仕事に戻ろうぜ。仕事ね。冒険者は視線の先にあるロッシュのダガーをちらりと見て、不敵な笑みを浮かべた。批判的な視線を振り払おうとするかのように、ロッシュは宙を舞う。おっと、お前のバッグをよこしな。それと変態ちゃん、その洒落た剣を渡しな。彼女は軽く笑うと、ゆっくりロッシュの方を向く。お望み通りに。ロッシュが反応するよりも早く彼女は低い姿勢で前方に飛び出す。これが私の剣だ。手首のわずかな動きで剣が鞘から飛び出し、蛇のように暴れ回った。痛烈な悲鳴が上がり、ロッシュのダガーが岩に叩きつけられ、赤い血が数滴落ちる。骨張った彼の長い指の手は、不幸な雲のように冒険者の剣先で串刺しにされていた。かかとを滑らかに動かし、落とした短剣を岩の方へ蹴飛ばす。脅威を取り除くと、そんな大それたものでもないが、彼女は優雅にロッシュの手から武器を抜き去った。ロッシュは泣きながら出血した手を握りしめた彼女から遠ざかる。完全に戦意を失ったようだ。彼は何か言おうとして口を開き、また閉じた。ロッシュが言葉を失っているのを見たのは初めてだな。気まずい沈黙が続く。ついには別れの言葉もなく、岩陰へそそくさと消えていった。さすがにかわいそうだった。失せなさい、ひょろ長の悪党め。僕の恩人にはそういう気持ちはないみたいだ。彼女は再び剣を振り、ロッシュの血を何事もなかったかのように払う。そして剣を鞘に収めた。僕は拾った石を落とす。今となってはかなり野蛮な感じだ。ありがとう見知らぬ人。食料がなくなったら困るところだったよ。冒険者は不愛想というわけではないけど、あまり本心とは思えない闇を浮かべている。礼には及ばないよ、君。私からの頼みは一つ、この名前を覚えてほしいの。彼女の声が小さくなり、意識が遠のいていくように見える。その名前は…彼女の顔からどこか怪しげな笑みが消える。稲妻のような衝撃を受ける。僕はこの時やっと彼女が絶世の美女であることに気づいた。僕は打ちのめされた。彼女が突然僕の方に倒れてきた時、もう少しで彼女をキャッチし損ねるところだった。うわ。大丈夫かい、怪我をしたの？空っぽの胃袋から悲痛なうなり声が聞こえてくる。僕のお腹ではない。今が一番夕食に適した時間だ。そうだろ。美味しい。あなたのパン最高ね。お腹が空いてるからってだけじゃない。結局のところ、僕の食料は打撃を受けてしまったのだった。異国の人は本気でパンたちにかぶりつく。だんだん不安になってきたぞ。今まで食べてきたゴミとはまるで別物ね。僕は製粉屋だからね。パンのことなら何でも知ってるつもりだよ。こんな僻地でごちそうにありつけるなんて。白い歯がパンの塊をちぎり、ピンクの舌が口の中へと誘う。可愛い女の子が自分の汗と労力の結晶を容赦なくむさぼり食う。なんだかとてもセクシーだ。どうしてこの谷に来たんだい？想像もつかないな。森を抜けてまで来る価値があるとは思えないけど。森？ああそうだ、どこかで聞いた覚えがあるかも。谷口一帯に広がっているんでしょ。その通り、森には魔物がたくさんいるらしいんだ。
おかげで僕たちは事実上この谷に閉じ込められてる。どうやって通り抜けてきたの？ん？私は反対方向からドラゴンに乗ってきたよ。ドラゴン。僕は飛び上がった。どうにも僕は顔の綺麗な人を信用する悪い癖があるらしい。国威の騎士とは別の敵とパンを食べているのかもしれないぞ。どうしたの？異国の人は驚き方にパンくずをつけながら僕を見つめる。それはどう見ても冷酷な誘拐犯の顔には見えないが、そうとも言い切れない。姉がドラゴンに乗った何者かに誘拐されたんだ。ドラゴンはこの辺りじゃすごく珍しくてね。あなたのお姉さんは？教えて君。君のお姉さんは顔立ちが良くておっぱいが大きい人？質問に答えるだけでいいわ。そうだよ、でも。そして彼女を誘拐したのは黒い鎧を着た騎士。そう言われた。見つけた。え？私がここにいるのはその男のせいなの。つまり騎士は巨乳の美女を連続誘拐してるってこと？そういうこと。見かけによらず飲み込みが早いのね。ここに向かう途中、偶然にもあいつと遭遇したの。空中戦を仕掛けたんだけど、ドラゴンがやられてしまってそのまま墜落。助かったのは幸運だったわ。でも今や私はここで立ち往生。あいつがどっちに行ったのかさえわからない。騎士は東に、首都の方角に向かったと聞いたよ。首都ですって？それはとても興味深いわ。これを見て。金のコイン。大量の金貨。誘拐現場に金貨が入った袋を置いていくの。ああ、僕も一つ持ってる。ふむふむ、金貨をよく見てちょうだい。コインの表側を火の方に傾けてじっくりと観察する。僕は王様の横顔を想像していた。しかしその横顔は若く美しい女性だった。名前と顔が一致しないけど、同時にどこかで見たことがあるような気がかすかにする。この人は誰？ここって本当に僻地ね。それがこの国の現在の支配者、野獣よ。は、本当に？ダライアス王はどうしたんだい？ダライアス王は死んだよ。ビーストに食われた、去年の今頃にね。そりゃ大変だ。まあ王様のいい話は聞いたことがないし、死者の悪口は言いたくないけど、自業自得だったんじゃないかな。私の調べではかなり暴力的な出来事だったみたい。全く知らなかったよ。とにかく、残された金貨は全て同じ鋳型で作られてる。騎士は国の首都で活動してる可能性が高いの。これだけの金貨をばらまくなんてよっぽど資金力があるのね。貴族か王自身かも。なんだって？このことを突き止めたのは私じゃないの。それがもう一つの問題。もう一つの問題？そう、冒険者ギルドからここより南の国、キャスパーのキャンディド王代理としてこの事件を調査するよう言われたの。キャスパーがどこなのかは知ってるよ。キャンディド王は彼の最大の宝。皇太子妃オパールの安否を心配し始めている。想像がつくね、その人は見事な美人で、おまけに素晴らしい胸の持ち主なんだ。その通り。この誘拐事件が外交問題に発展しないようにするのが私の仕事。戦争になるかもしれないわ。誘拐された姫をめぐる戦争か。異国の人は乾いた笑いを浮かべた後大きなため息をついた。長い髪が燃えてしまうのではないかと心配になるほどうつむいたままだ。ああ、これからどうしたらいいの？ドラゴンは安くないのよ。ドラゴンも何も持たずに帰ったらギルドマスターにこっぴどく叱られる。ねえ、僕も首都に行くんだ。どうして僕たちは力を合わせないんだろう。彼女は顔を上げ懸念な表情で僕を見る。どうしてみんな驚くんだ。君も首都に行くの？うん、このバッグは何だと思う？農民は重い荷物を運ぶのが好きなのね。世界中の農民に謝れ。あの危険だと言われる森を通るの？そうだ。君はそこで食べられそうな顔をしているけど、ドラゴンでの移動に比べたら簡単な旅ではないけど可能なはずさ。僕の兄さんはよく行き来していたからね。本当？噂ほど危険じゃないっていうの？力を合わせる、ね。そのアイデア気に入ったわ。おっと。ふむふむ、君のようなたくましい男は立派なニラ場になる。頑張るよ。自己紹介しようとしていたね、倒れる前に。ああ、名乗る前に意識を失ったのね。なんて失礼なことを。ニラバ呼ばわりの方がもっと失礼だけど、私はスイッチって呼ばれてる。スイッチザアンスカード。君と一緒に仕事ができて光栄よ。